はい、どうも、ケーキングです。今日ですね、V肉ポスト9、2022続きやっていきましょう。1983年10月3週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、今週、ゴールデンフリース、そしてキングスルー、車体ソフィア、ダイナカールが出走。車体ソフィア、周回賞を取れば3冠です。まあ絆はいい感じやね。はい、結構溜まってきます。まあとりあえず行きましょう。ゴールデンフリースラストランスね。じゃないわ、じゃないです。ジャパンカップと有馬記念追加しました。さあ、ゴールデンフリース来てるが、ちょっと辛そうやね。3着かな。段違いの強さです。2着はトロメオ、取ったのはザワンダー、見事な勝利です。キングスルー、キングスルーは微妙っすね。車台ソフィア一番人気、まあ安定のインでいきましょう。車台ソフィア先頭、これはちぎれた、内で食い下がるケンマラグーザ、残り 200m を通過して、後続は遥か後方、2番手はケンマラグーザ。車台ソフィア今オーケー、段違いの勝利。2着はケンマラグーザ、3着にダイナカール。車台ソフィアついに牝馬三冠達成。あとはエリザベス走って引退ですね。アグネスキー、そして勝ちどき。誰もが未知の舞台、天に無法。10月4週、まあこいつ鍛えましょう。はい、ちょっと一周進めます。印丸、これきついです。トムカウント、万世どちらでも、あとはカツラギエース、天皇賞覇気。大物印丸 OK。 あ、印丸能力はこんな感じです。まあぼちぼちですね。万世どちらでも、はい、進めます。印丸はきついです。海外は厳しい。万世どちらでもいいね。勝ちました。トムカウント、まあちょっときついか。
カツラゲス2番人気、まあネクストで2着。はい、まあじっくり使っていきましょう。焦る必要ない。2週デビューか。エリザベス、まあ4週までいきますか。はい、ちょっと進めます。バンセどちらでもで、ルドルフ、ゴールデンフリス、カツラギエス、まあ、ここ激突。ジャパンカップ。日本よ、世界を倒せ。秘宝を求め行く冒険者、黄金の馬。負けられない戦い。勝ってましたね。シープラか。3歳になったら引退しましょう。まあシープラドフダクラスで、まあ悪くないですけどね。まあ序盤つってもいらないです、シープラは。あとは OK か。まあ強くないね。まあとりあえずこいつ鍛えようか。さあ成長してます。スピード大事。万世どちらでも、ここは3着。ルドルフ、まあ大丈夫でしょう。ジャパンカップ。日米王者意地のぶつかり合いだ。ハギのカムイを先頭。ゴールデンフリス来てる。カツラギエース、ここで先頭はカツラギエース。内からゴールデンフリース、あと 200m。 さあ先頭は今度はゴールデンフリース。2番手はカツラギエース。ゴールデンフリース先頭だ。いいね、OK。 1着、2着にはどうやらハーフアイスと、3着にスタメーラ。これが世界を制した実力だ、ゴールデンフリース。よし、モンテファスト、マルガイ、シルシアリで、キング、シルシマル。ダート界の頂点へ、鉄板ホース。まあ国内は頑張ってほしいですね。シルシマル、まあとりあえず投資。もう一発いっとこうか。
はい、これで。はい、勝ち。印あり。まあ、いけますかね。全然。引退やね。競泳レア、先頭、外から勢いよく、オリーブ・アナグラム、先頭。さあ、先頭に立ったのは、キングシルシーマル。あと 200m、キングシルシーマル。余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手は、オリーブ・アナグラム、キングシルシーマル。よし、OK。段違いの強さです。2着はオリーブアナグラム、3着に鈴優、鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはキングシルシーマル。はい、まあ、OK。一周進める。どうだ。お、勝ったか。グルーム勝ってましたね。賢さ G、 賢さ G か、厳しいね。グルーム、なかなかやね。丸買いチャレンジの中だったらこれも当たりっすね。これはね、いい方です。ホープフル、まあ行く必要ないけどね。まあ一応行っとくか。はい、じゃあセール行きましょう。今回はね、そうやね、どうしますかね。まあなんか全体的な印とかでいく。でもなんとも言えないですね。タイムはね、まあ早いやつ買ってもいいんですが、まあ早熟ってだけっすね。早熟の可能性が高い。まあ、好きな馬から言ってもいいけど、まあちょっとアファームドの子行ってみますか。はい、行こう。安い。よし、でまあ3勝 OK。 まあルドルフは勝ちでしょう。
さあ83年ラスト、ゴールデンフリスラストランです。夢のグランプリ、希望を求めゆく冒険者。適正は合ってないです。ちょっと確認する。あーでもまあまあいい感じやね。はい、OK。じゃあ進めます。印丸オッケー、強いね。国内問題ない。さあどう？外から勢いよくアグネススキー残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はアグネススキー、2番手は天満デバ、アグネススキーが来たか。アグネススキー1着、2着は天満デバ、3着に東証ガリバー、見事に勝ちましたアグネススキー。まあ、ただ回が厳しいですね。はい、賢さあり。じゃあダイジェストで。カツラギエース先頭、リードは3馬身以上、この差が広がります。残り 200m を通過して、あ、これはカツラギエースやね。ゴールデンフリース後続は大きく離れた。カツラギエースやるね。強いカツラギエース圧勝ゴールイン。2着はゴールデンフリース、見事に勝ちましたカツラギエース。グルーム、ちょっとグルームの走り見る。メジロヘイロフト先頭、外から勢い。さあグルームどう？トロピカルダイナ、ああでも来てますね。残り 200m、 ぐんぐん加速して。マルカイグルーム、2番手はオスミドーム。マルカイグルーム先頭だ。マルカイグルーム、ゴールイン。2着はオスミドーム。これは桁外れ。いや、こうやって見たら結構強いよね。なかなかね。モーターが違ったやろ。あー、まあ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 、そうっすよね。お、来た。来ました。はい、これでいきます。 OK、集めないとですね。まあ集めるっていうか、まあこっちのやつを回していけばいいですからね。車内ソフィアも引退しますし、まあダイナカールも引退するので、まあ結構いると思います。今年引退、まあいますよね。まあとりあえず進めようか。表彰式、ゴールデンフリース、シャダイソフィア、で、ゴールデンフリース、ダイナカール、シャダイソフィア、ゴールデンフリース、シャダイソフィア、シャダイソフィア、ゴールデンフリース、シルシマル、で、ルドルフ、アグネススキー、カツラゲースと。いい感じやね。はい、オッケー。ジョン・ヘンリー、はい、まあ強かったね。
手続きします。ゴールデンフリースを取れてます。まあ、ここで引退なので、で、しるし丸、はい、引退。あとはシャダイソフィア引退します。で、ダイナカールももう引退します。グルームスピード F プラ、いや F プラは引退しとっか、ちょっと厳しいよね。万世どちらでもまだ走れるんですが、引退しとく、ここに期待した方がいいね。ちょっと引退しようか、がっつり削ろう。でも丸貝グルームも引退で、モンテファストもねめっちゃ成長しますね。まあ引退してもいいっすけどね。まあとりあえずこれで、はい、 OK、 アンバーシャダイ、シャダイソフィア、はい、ゴールデンフリース。あー、どうしますかね。丸貝するか。はい、ここ入ってきました。これはね、期待できます。楽しみやね。で、ちょっと買ってもいいね。いや、いいか。まあ、またなんか買っときます。とりあえず、まあ、この辺はクラブで OK。そして、どれ回すかね。まあ、モンテ王冠、クラブでいいかな。あとは、まあ、車内クリアとかもね、クラブでいいっすかね。で、まあ、この辺もクラブでいいかな。あと2頭。まあ、スイートルナでしょうか。まあ、これで OK かな。はい。はい、騎手。さあ、まずは、まあ、シーツっすね。シーツ結構います。桜井隆夫。まあ、これ、クラブです。まあ、てか、この辺は、すべてクラブです。はい、こんな感じ。はい、これで OK かな。さあ、じゃあ自家製3倍ね。早めでカッパ気味か20丸、スピード伸びてる、芝田と、そしてマイル、大物か。あー、微妙やなこれ。どうすかな。まあ、クラブでいいか。スピードがないですね。早めでカッパ気味か20丸はいい。これはもうクラブでいいね。で、これか、丸貝。早熟カッパ気味か20丸
はい、ということで、まあ、今回こんだけっすね。はい、名前は自動でいきます。あ、丸貝だけね、ちゃんと丸貝つけます。丸貝無道。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ、84年っすね。まあ84年には決めるっつったっけ。じゃあスミレにしとっか。ね、それでいきましょう。はい、さあ、引退やね、ちょっと3歳チェックするか。まあこれもね、なんとも言えないですけどね。まあとりあえず OK。 あー、パワー F プラか。パワー F プラは痛いっすね。ちょっと印ありは引退でいきましょう。で、これですね、スピード C プラは引退できます。これもダメな感じやね。で、これ厳しいよね。まあ、距離適正とか面白いんですけどね。2100から3600、早熟か。まあとりあえずこれでいいか。はい、ということで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。